カリナで勝負、オカリナで勝負、最終もう金なくて穴から勝負、 31.3 倍の副賞 3.9 から 5.8 オカリナあるでしょう、荒れるでしょう。最終は11、12も気になる。阪神最終レース超大穴のオカリナで勝負しました。あ、12番、あ、12番が先行、逃げ、ポケットロケットが追走です。この圏内にはカジュレイス加わって外からじわっと今オンザナブルが後方からは11番のクレドが追走、内はさらなく4番、11番、外からはさあ10番、間をつくようにゼッケン6番、その後方から9番、あ、9番ここかよ、さらに4番後ろだね、9番ちょっと後ろすぎんな、こっから9番、あ、手応え3連服と9番の副賞買ってますんで、あと単勝も9番オカリナがバカな穴開けんじゃないのっていう感じで、お、12と11って、あ、12 7.4 倍と11って結構穴だね、24倍ぐらいのやつ、いいね。12番、で9番どこだよ、あ、9番ここ、あ、手応え抜群じゃん9番、まあ、11、12で決まれそう、11頭12で、もう一つ、いや早すぎて見えねえ、ちょっともう一回11、12来て9、3着っぽいな、これ3着っぽいですね。9、手応え抜群じゃん、これ大外から11番のクレドがカフジエニアゴンに並びかける、カフジエニアゴン、クレド、カフジエニアゴン、クレド、カフジエニアゴン、クレド、これは勝てる、お、オカリナ一番人気の速さでギリギリ3着入り込みましたね。払い戻し1000円が5100円復習を、5000円が25500円、3連単4万6170円、3連単買えたな。最終はバカなだね。